1月1日に起きた令和6年能登半島地震を受けて、白鳳中学校の生徒会が全校放送で募金を呼びかけました。生徒会からのお知らせです。1月1日、巨大な地震が能登半島を襲いました。被災された方たちは地震の影響で今も避難所での生活を強いられています。そこで僕たち生徒会役員は被災された方々のために何ができるかを考え、募金を行うことに決めました。募金を行う日は、今回の全校放送による募金の呼びかけは生徒会の提案により実現したものです。生徒も真剣な表情で放送を聞いていました。委員長にお金を渡してください。テレビで同じ中学生の方たちのインタビューを見て、辛い生活をしているんだなと、学校にも通えないことがあったりというので大変な思いを知ったからです。早く元の生活に戻ってもらえるよう、その役に立ってもらえるように募金を使ってほしいです。全校生のみんなにはもっと能登半島地震のことについて知ってもらって、自分たちも何かできることを考えてもらったり、これをきっかけにいろんなボランティアに参加してもらったりできればいいと思っています。昼休みには生徒会から各学級の委員長に向けて募金活動の説明が行われました。説明の後には各クラスへと募金箱が渡されました。白鳳中学校では17日と18日にかけて募金活動を行います。集まった募金は坂出市を通して被災地へと送られます。